様、おはようございます。この飛行機はスターフライヤー沖縄那覇空港行き97便、並びに ANA3897便との夜の飛びでございます。手荷物は上の棚または前の座席の下にしっかりとご収納ください。壊れやすいもの、ペットボトルなど水漏れの恐れのあるものは上の棚には入れず手元にお持ちください。また、広口付近や通路の手荷物は必ず座席用のものに入れておりください。ご案内いたします。ただいま機内の温度が高い状態ですが、現在調節を行っております。調整が終わりますまでもうしばらくお待ちください。皆様の座席上には通風口がございます。回していただきますと風が出てきます。それまでお帰りください。また、引き続きご案内いたします。スタッフライヤーでは空港及び航空機内において、新型コロナウイルス感染拡大防止、またはお客様同士の不安解消のため、マスクなど鼻と口を覆うものを着用いただくようお願いしております。なお、理由なくマスクなど着用されないお客様、並びに発熱など体調が優れないお客様につきましては、搭乗をお断りする場合がございます。着用することが難しい理由があるお客様は、乗務員までお申し出ください。感染拡大防止に向けて皆様のご理解とご協力をお願いいたします。またマスクは鼻を覆うように着用いただきますようお願い申し上げます。これより手荷物の収納状況を確認いたします。手荷物はしっかり固定される場所におりください。回線済みのペットボトル、缶コーヒー、また水筒などは上空にて気圧の変化により液体漏れする場合がございます。上の棚には入れずお手元にお持ちください。まもなくドアが閉まります。座席にお座りなり、シートベルトをしっかりとお締めください。皆様の着席を確認し、出発いたします。シートベルトはねじれ、緩みのないようしっかりお締めください。また、手荷物は上の棚、または前の座席の下にしっかりとご収納ください。皆様、おはようございます。今日もスターフライヤー沖縄那覇空港行き97便をご利用いただきまして、ありがとうございます。なお、この便は ANA3897便との共同航便でございます。飛行時間は離陸後1時間25分を予定しております。シートベルトはしっかりお締めください。客室内は通路、化粧室を含め全席禁煙です。なお、加熱式タバコ、電子タバコは機内での喫煙、並びに充電が禁止されております。携帯電話などの電波を発信する電子機器類は、電波を発信しない設定に切り替えるか電源を切りください。皆様に安心してお過ごしいただくために乗務員はマスクと手袋を着用しております。またお客様におかれましてもマスク等の着用、手洗いや咳エチケット、近い距離、大きな声での会話を控えていただくなど感染予防対策、またお客様同士の不安解消のため皆様のご理解とご協力をお願いいたします。この便の機長は普段、副操縦士、篠塚、パーサーは河原でございます。上の際には気軽に乗務員に声をかけください。また、これより先の座席の移動、化粧室のご使用などで席をお立ちになりませんようお願いいたします。引き続き、シートベルトはしっかりお締めください。ただいまからこの飛行機の非常設備についてご案内いたします。テレビモニターをご覧ください。ご搭乗ありがとうございます。本日、空の安全と皆様をお守りするため参りました。私、スターフライヤーマン。これから空の守護神として、皆様に安心して空の旅を楽しんでいただくよう、機内の設備、空のルールについての話をしましょう。手荷物は座席上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。膝の裏側や通路、非常口付近には置かないでください。怪我につながる恐れや脱出の妨げとなりますのでご協力お願いします。皆様が着席されていることを確認して出発いたします。シートベルトはカチッと音が鳴るまで差し込み、長さを調節して腰の低い位置でしっかり締めてください。ベルト着用サイン点灯中は必ずお締めください。サインが消えていてもお座りの間は常にシートベルトをお締めください。外すときは金具の片方を持ち上げます。緊急時に全てのお客様が安全に脱出できるよう、
離着陸時は座席の背、テーブル、フットレストを元の位置に戻してください。機内は通路を含め全席禁煙です。もちろん化粧室も禁煙です。機内火災の予防にご協力ください。電子機器の発する電波が安全運航に支障をきたす恐れがあります。携帯電話、スマートフォン、タブレットなどの電波を発信する電子機器は電源をお切りいただくか電波の出ない設定に切り替えてください。酸素マスクは必要な時に降りてきます。マスクを強く引き寄せ、鼻と口に当て、ゴム紐を頭にかけてください。ゴム紐の端を引き、長さを調節します。大人がまず着用し、その後お子様にもマスクをつけてください。緊急の場合は衝撃に備える姿勢をとってください。この飛行機には前方、中央、後方に非常口があります。お近くの非常口をお確かめください。非常口には脱出用スライドがついています。脱出の際にはハイヒールは脱いで、手荷物は一切持たないでください。両腕を前に伸ばして上体を起こしてスライドを滑り降りてください。援助する場合はスライドの横に立ち、体を引き起こしてください。滑り降りた後は速やかに飛行機から離れてください。救命胴衣は座席の下にあります。袋から救命胴衣を取り出し、紐がついている方を下にして頭からかぶります。前の留め具を差し込み、紐を引いてしっかり締めます。非常口で乗務員の指示に従って引き手を強く引き、救命胴衣を膨らませます。膨らみが足りないときは両側のゴム管から息を吹き込んでください。小さなお子様の救命胴衣は客室乗務員がお持ちします。座席前のポケットに安全のしおりが入っています。離陸前にご覧ください。ご質問がありましたら、私スターフライヤーマン、または客室乗務員にいつでもお尋ねください。それでは素敵な空の旅をお楽しみください。空港へは帝国の
の12時35分頃の到着を予定いたしております。現在空港周辺の天候は晴れ、気温は31度と報じられております。それでは残り短い時間でありますが、スターフライヤーでの空の旅、どうぞごゆっくりとお過ごしください。また大変な社会情勢ではございますが、どうぞご自愛いただきまして良い一日をお過ごしください。また次回のお仕事、これをご案内のスターフライヤーのご利用、社員一同心よりお待ち申し上げます。失礼いたします。また皆様に本日よりお願い申し上げます。まもなく雨雲の影響を受けまして強く揺れることが予想されます。引っ掛けるのはしっかりとしてください。また揺れましても安全には客室証ございますので、どうぞご安心ください。インタブレーの客室ラムには着席してください。皆様、この飛行機は間もなく着陸いたします。シートベルトの着用をもう一度お確かめください。小さなお子様は膝の上でしっかりお抱きください。皆様、ただいま沖縄那覇空港に着陸いたしました。安全のためベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めのままお持ちください。また上の物入れを開けた際に中の手荷物が滑り出ることもありますのでお気をつけください。これより通信用の電波を発信する電子機器類もご使用になります。なお携帯電話での通話はお控えください。本日は到着ロビーまで皆様をバスでご案内いたします。小さなお子様連れの方など座席を必要とされる方への配慮をお願いいたします。またバス車内におきましてもマスクの着用、席エチケット、近い距離や大きな声での会話はお控えください。キャンペーンについてご案内いたします。スターフライヤーではマイレージプログラム、スターリンク会員の皆様を対象にスターリンクメンバーズご紹介キャンペーンを実施しております。ご家族、ご友人をスターリンク会員へご紹介いただき、新規ご入会後にご同意されますと双方へ最大1000マイルをプレゼントいたします。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。今日もスターフライヤーと ANA の共同運航便をご利用いただきましてありがとうございました。皆様の方のご搭乗を心よりお待ちしております。皆様、この飛行機はまもなく所定の中継場に停止いたします。降りの際には携帯電話やタブレット端末、お財布などの忘れ物をなさいませんよう、シートポケットや座席周辺を毎日のご確認ください。機内にてお配りしましたイヤホンは残業手数ではございますが、降りの際電報の回収ボックスにご利用ください。またお手元に空のペットボトルなど不要なものがございましたら電報乗務員にお渡しください。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から周りのお客様と適度な距離を空けてゆっくりとお降りくださいますよう皆様のご協力をお願いいたします。今日は天候ケルも早く到着いたしました。皆様の早めのご搭乗並びに天津港へのご理解とご協力誠にありがとうございました。また今日は大変な状況の中、スターフライヤーにご搭乗いただきましてありがとうございました。皆様、お体ご自愛の上、素敵な休日をお過ごしください。皆様の方のご搭乗、社員一同心よりお待ちしております。